なんだい何だいハニー。さっきお二人が草間弥王様の話されてたじゃないですか、はい、さっき笑いこらえて聞いてたんですけど、笑いこらえなくていいですよだってレゴちゃんが大王様のお顔の写真をトイレに貼ればいいって言うから、はい、もうそれが一番それはね、弥王様怒るよ、そんなことなんですよ、それ弥王様怒るよ、大王様、うん、全身の写真を貼ったらいいとかすごい昔ほらレコードショップタワーレコードとかあるでしょ、実物大の本当にしたら絶対忘れないでしょ、みんな通れそうで必ずするよね、それは忘れないですけど、うん、そう壮大なあのアイデアだなと思って笑ってた。いややっぱね、トイレ、うん、みんな汚いからね、そうなんです、もう8割掃除しないから、うん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 、もう8割だいたいもう筋が 2,30 本入ってるからもう筋金入りだろ、もうこれでそこまで入ったらもう取れはんねそれがそうもう筋があれもう年季入ってるよ、筋が、うん、だって筋の上に筋入るんだから、筋の上に筋、だからもう筋だらけだよもう一番下の筋はもう何十年前よ私が二十歳の時に神様とお話できるおばあちゃんに出会った時に、おばあちゃんとにかくお手洗いの掃除すごい大事にしてたんです。あれ偉人はそうなの、偉人は絶対トイレを大切にする、もうとにかくトイレの神様にいつもお香を焚いて毎日綺麗、そのお香は何のお香ですか、普通の毎日香、毎日香じゃないです、あのお線香じゃなくて、インセンスっていうんですかね、あのおしゃれなこういう、あ、トーテンポールみたいなやつ、ちょっと待って、これ三角、三角形のやつ、うん、細長いこれくらいの、うん、あのお香屋さんで売ってるやつです、わかるわかる、はいはいはい、ああいうのをいつも備えてました、うん、偉人は絶対トイレ掃除してる、偉人の中でトイレ大切にしてない人僕見たことがない、僕本当世界中のセレブの家行くけど、うん、世界中のセレブの家行くんですね、だって僕ね、最近はもうマレーシア行けないけど、うん、僕マレーシアでも仕事してて、うん、マレーシアは本当に王族の人なんですよ、うん、僕のボスが、まあ綺麗ですよトイレ、ね、であとは世界で一番土地が高いのがロサンゼルスにあるニューポートビーチっていうね、もう世界で一番土地が高い、もうあそこの家は軒並みすごい家ですよ、うん、だから僕グーグルの社長の家を見たし、うん、マカオのカジノの家を見たし、あとハリウッドスターニコラス・ケイジの家も見たし、でその中で一番すごかったのがグーグルの社長の家で、そこでアメリカの不動産王のローンさんという人がいて、ローンさんの家行ったんですよ、1階と2階トイレが1個ずつあるんですけど、まず何が楽しみってやっぱトイレ行くのが楽しみなの、大富豪の家行った時にね、トイレ見たでしょ、見た瞬間思わず口から出た、なんでファンタスティックファンタスティックですね、どんなトイレだったんですか、あもう綺麗なの、今日作ったよねっていうような、トイレ今日設置しましたよねみたいなトイレ、ピカ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 、もう宮崎よしこより光ってる出た宮崎よしこよりピカピカに光ってる、ましたね、うん、だそれぐらい本当に綺麗、うん、びっくりする、本当すっごい綺麗、ね、そうやっぱりそういうね、うん、本当の大富豪でしょ、うん、でその大富豪のトイレって、うん、うっさー明王様も、うん、なんかね、うん、輝いてるんですよ、セレブっぽい神様だからうっさま明王様もピカピカしてる、嬉しいんでしょうね、嬉しいからね、嬉しいから違う、うん、だから、うん、そういうとこで、うん、やっぱり僕もトイレ掃除したい、うん、不毛の家でトイレ掃除すると絶対ついてくるんですよ、すごい、それでトイレ掃除したんですか、おだからもうすぐ手突っ込みましたよ、で台は手突っ込んでもう素手、素手ですよ、オール素手ですよ、で素手でやってたら、うん、仲間と言ったから、うん、仲間がもうびっくりするわけですよ、うんうん、うわーとか言って、うんうんうん、騒ぎを聞きつけて、うんうん、ロンさんが見に来たんですよ、うん、お前らトイレで何やってんだみたいな、いでロンさんが僕が手突っ込んでたら、うんうん、やっぱロンさんが、うん、Are you crazy? って英語で、いやそれロンさんアメリカ人だからで Yes, of course, I am crazy、ね、I am Japanese crazy boy だから本当にそういうセレブの家とか本当たくさん見てきたけども、僕は本当に富豪の家のトイレを見て汚かった家は一軒しかない、ただいまより公演情報をお知らせいたします。急ですね。急です。動画見てたのに。そうです。あ、そうなんですね。急です。あの、公演でいろんなとこ行くんですよ。いろんなとこ行きます、ね。はい。今月、来月。はい、そうです、そうです、うん。大阪行きます。はい。名古屋、横浜。はい、名古屋、横浜。そして石川、富山。お、石川、富山。そして博多ですね。はい、あ、博多もありますね。はい、ワン、あ、はい、博多もあります、ね。で、他の地域もどんどんこれから決まっていくので、うん、ぜひ概要欄見て。あ、概要欄ね。はい、載ってますので、ぜひ遊びに来てください。会いに来てください。
新宿にあるオークション、うん、新宿のオークションの一番最上階に住んでる人がいて、うん、そこも行った時、うん、めっちゃ楽しみで、うん、新宿で一番高いビルで一番高くて、ね、そこの最上階に住む人の家を遊びに行った時に、うんうんうん、めっちゃ楽しみじゃないですか、ね、どんな絶対楽しみ、ね、スーパーセレブだし、うん、もうめっちゃ楽しみで、うん、もうどうなんだろうと思って行って玄関開けたら、うん、もう玄関がめっちゃ汚いんですよ。なんで、なぜ、なぜそんなね。 I don't know、 I don't know。今の言い方すごい。俺で玄関開けて、まあ、汚いと思って、うん、あれと思って、うん、セレブの家って今までいっぱい見てきてるから、うん、玄関開けたらもうね、うん、なんかもうすごい高貴な匂いがしてね、うんうん、玄関に何も置いてなくて、もう本当にピカピカに光ってるっていうイメージだけど、うん、本当に汚くて靴も出しっぱなしだし、うん、左右になんか犬のおまわりさんみたいな像があって何ですかそれは。ワン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 泣いてたけど泣いてばかりいるもんね、こっち、うん、で、それがホコリかぶっててあれと思って、おかしいなと思って、そこおばちゃん一人暮らしてるんですよ。おばちゃん一人暮らしてて、あ、たまたま玄関だけ汚いのかなと思って、僕はもうセレブの家行ったらすぐトイレ借りるから、うん、あ、すみません、ちょっとトイレ借りていいですかねって、うん、あ、どうぞどうぞって言って、トイレ借りてないですか、うん、もう衝撃的でしたね。僕、基本的にどこでももうその筋があろうが、うん、何だろうが別にすぐトイレ掃除できるんですけど、うん、僕一つだけトイレ掃除できないトイレがあるんですよ、うん、どうですかそれ。それは何かというと、うんうん、開けた時にもう明らかにもう筋がいっぱい残ってるんですけど、うんうんうん、僕唯一トイレ掃除できないのが、うん、犯人が分かってるトイレはできないんですよ。犯人が分かってる筋だけは僕できないんですよ。 あのおばちゃんの筋かと思ったらできないんですよ、ね、すごい想像力豊かな、ね、そうだ、あのおばちゃんのは無理だなと思って、うんうんうん、もうそこだけはとりあえずね、周りだけを深さしていただいて出てきたんだけども、そしたらもう全部汚いんですよ。ほんで結構ね、お金とかがね散乱してるんですよ、いろんなとこに。だから僕の中の知ってるこの宇宙の法則から反したお金持ちなんですよ、うんうん、本当ね。今までそういう人出会ったことがない、うん、でなんでそれでお金持ちなんでしょうね。そう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 、ね、そこもだから僕の中でクエスチョンマークいっぱいで、うん、これはちょっとおかしいなって思いながらまあ帰ったんですよ、はい。帰って何ヶ月後でしょうかね、2ヶ月か3ヶ月後、そのおば様は転落していって、そこから引っ越してたんですよ。まあ要するにはしご外されたってことですね。まあやっぱりトイレ掃除とね、玄関からぐちゃぐちゃ。そうですね、だから、うん、やっぱ家の中ブランド物がすごかったんで、そういうものに走っちゃってるんでしょうね。何かでこうね、財を成したんだけども、結局自我の欲求を満たすためだけにそういうものにお金を使っていた。だからもう高いバッグとかももうなんか大量に飾ってあって、でもぐちゃぐちゃなんでしょ。ぐちゃぐちゃですね、汚いですね。私、あの潜在意識のことを説明する仕事をしてるんですけれど、はい、トイレって見えないじゃないですか、うん、お家の中で、うん、こういうリビングとかは誰が来ても見えるけれど、ね、トイレって個室だから、うん、基本見えないですよね、うん、その人が何やってるかわからないから、うん、これって潜在意識と対応してる場所になるんですよ。潜在意識って見えないじゃないですか。見えない。だから家の中で言うと、うん、あの誰にも見られない場所だから、うん、一番人の潜在意識とリンクしてる場所なんですよ、うん、だから見えないところでお掃除するって、うん、誰にも見えられないところで綺麗にしているっていうことなので、だから自分の心の中を磨いてるのと一緒のことになるんですよね、うん、だからやっぱりトイレ綺麗にしておくと、うん、人間の思ってることがそのまま世界に現れるので、トイレが綺麗だと実際に潜在意識が綺麗になっちゃうから、うん、怒ることも根本から良くなっていくっていう風に、うん、あの私は理解してるんですよね。だからあの神様のことを教えてくれたおばあちゃんも、うん、いつもとにかくトイレは絶対綺麗にっていうのは、うん、それは基本だよね。本当にそうだなと思いました。私はわかるわかる本当、うん。で私もほら顔じゃないですか、うん、そうした時に洗顔ね、顔をやっぱりこう洗うっていうのは、うん、トイレ掃除と同じだと思うんですよね、うん、だからあの顔がくすんでいる人ってちゃんと洗ってないわけ、うん、そうすると貧乏神が来るなと思ってね、うん、だからやっぱりその基本は洗う、きれいに掃除する、そこは絶対基本ですよね。そうですね、うんうん、だから、まあ、まず何はともあれトイレをきれいにするっていうのが、まあ、家の基本ですよね。だから僕いつも言うけど、やっぱり汚くて難しかったら業者呼んでくれっていう、多分僕の予想だと、ね、多分1万円ぐらいですよ。
でもまあそんな1万円もそんなの出せませんとか言われるけど、うん、じゃあね自分でやるしかないので、うん、でもね本当ね、いくら毎日自分で掃除しててもね、うん、プロの人が1回入るとね、うん、もうその綺麗さのレベルが違うんで、本当本当本当ですよね、全く違うんでね、うんうん、プロの仕事はね本当すごいですよ、本当本当そうですよ、うん、でそれがだってね、例えばお金にしても気温にしても何にしてもね、倍以上になって返ってくるんだもんね。いやそうなんですよ、だからそこで そこでお金使って綺麗にしていただければ、うんうん、そのお金ってねいくらでも取り戻せるんですよ、こういうことがわからないと、うん、やっぱりどうしてもねお金使いたくない、うん、だから自分でやるってなるんですけども、うん、でもね本当一回業者入ってもらって、うん、ピカピカにしてもらうと、うん、あとねそれをキープするのってねそんな難しくないんですよ、うんうん、確かにそうですね、うん、本当に。だからもうすぐ年末なんでね、うん、年末には必ずね業者呼んでいただいて、うん、まあ綺麗にしていただければいいんじゃないのかなと思いますよね、うん、本当にむちゃくちゃ綺麗になるんでね、うんうんうん、やっぱお風呂とかね本当尋常じゃなく綺麗になるんですよ、うん、お風呂はやばいですよ、お風呂は相当綺麗になる、なんでまあぜひ業者ね呼んで、うん、まあいただいてね綺麗にしていただければいいかなと思いますけどもね、はい、はいはい、そんなとこでいいんですか、はいはい、ようご視聴もレイコ先生もこの辺でよろしいですか、はい、もうとにかくね大王のトイレの話を聞きたかったんですよ。あなんて言ったってもう本当になんて言ったってアイドルだからね、なんて言ったってそうですよ、アイドルですよ必ずそこになって私たちは笑うまあまあということで、うん、お後がよろしいようでね、はい、この辺りで終わりたいと思います、ということでありがとうございます、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、動画をご覧いただきありがとうございます。ありがとうございます。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして LINE 公式アカウントも新しくなりましたので、あ新しくなりましたのでよろしくお願いします。登録お願いします。チャンネル登録はここ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